こんにちは向田邦子作「娘の詫び状」を2回に分けてお送りしますどうしても今日のうちに白状しておかなくてはならないことがあって母をコーヒーに誘った茶の間でしゃべると話が辛気臭くなる明るい喫茶店なら 私も事務的に切り出せるし母も涙をこぼしたり取り乱すことなしに受け止めてくれると思ったからである次の日になると私の初めてのエッセイ集が発売になる明治生まれの我が父の短期応募を中心に子供の頃の暮らしのあれこれをまとめたものだが問題は後書きであった。 3年前に乳がんを患ったが母の心臓の具合の良くなかったことと私自身思うところあって別の病名を言いごく内輪のもの以外には表沙汰にしなかったことあまり長く生きられないような気がして誰に当てるともつかぬのんきな遺言状のつもりでこれを書きましたなどと述べているのである。 書いた直後にさらりと白状してしまえばよかったのだが言おうとすると雨が降ってきたり運動会ではないのだから雨が降っても構わないのだがこういう話は天気のいい母の機嫌のいい日に切り出したかった。というのは口実で嫌なことと締め切りを先に伸ばすのは私の一番悪い癖なのである。 手頃な店を見つけ向かい合って座った71歳の母はコーヒー好きでいつものように山盛り3杯の砂糖を入れ親戚の噂などを上機嫌で話している上の空で相づちを打っているうちに2人ともコーヒーを飲んでしまった「もう言うしかない。 3年前のあれね実は癌だったのよ。一呼吸置いて母はいつもの顔といつもの声でこう言った「そうだろうと思ってたよ」。また一呼吸置いて少しいたずらっぽい口調で「お前がいつ言い出すかと思っていた」と付け加えた。 私は古いタイヤから空気が漏れるようなため息をついてしまったこの3年母とは別に住んでいたこともあり私は完璧にだましたと思っていたことさら元気そうに振る舞ったせいか医学雑誌から健康の秘訣を語る座談会に出てほしいと言われたこともあった。母は、 手術直後の弟の声で分かったという「あの子がああいう声を出すからには棚ごとではないな」と思ったというのである「お水のおかわりを頼みながら私は思わず声に出てしまった弟の女王をうれしいと思い3年間ただの一言も病気について探りを入れずにいてくれた母をすごいと思った」。 母の方が役者が上であった。騙したと思っていた私が、実は見事に騙されていたのである。今日はここまでといたします。ありがとうございました。